アルトワークス DIY インナーパネルをカーボン化、高級感アップしていきたいと思います。パート2、プラスチックなインナーパネルをワークスレシンにしていきたいと思います。市販品はアルト用しかなかったので、リアで余った 3M カーボンシートを引き続き貼っていきたいと思います。ドリンクホルダーの円の部分はマスキングテープを使って印をして、養生テープの上に貼り方を作ります。エアバッグのとこは真四角なんで、そんなに難しくないですよ。ちょっと余ったシートがギリギリでした。定規を使ってまっすぐにカッターの刃は切りやすい新しいものにしましょうね。スッと切ります。作業時間はそんなにかからないですよ。だいたい30分ぐらいで終わりました。左側のドリンクホルダー部、ドリンクホルダーのカバーを使って円を描きます。そして直径を測って半径だいたい45ミリでしたかね。そしてコンパス型のカッターをぐるぐると回します。何周もすると綺麗に丸く切ることができますよ。ここはカバーでほとんど隠れるんで、ちょっと大きめに切っても大丈夫かなと思います。そして周囲をまっすぐの部分を定規を使って切りまして、一部 R の部分があるのでここはセンス問われますけど、ゆっくりと切ってください。ここが切れたら完成です。右側はこれの反転なんで、この型を使ってカーボンシートの裏に当てて同じように切れば作れます。それでは貼っていきます。緊張の瞬間ぴったりですね。簡単に押さえて貼っていける商品なんで、とってもいいと思います。そして養生シートをゆっくりと剥がすと、この剥がす瞬間気持ちいいですよね。自分で型を取って簡単にカーボンのインナーパネル作れます。貼り替えも楽ですし、養生にもなるんで、とってもいいと思います。綺麗に端を浮かないように空気を抜いて押さえます。続いてエアバッグ部、ここは真四角なんでそんなに難しくないと思います。ジョイントの部分がちょっと長かったので爪でブックと押し込みましたけどね。ここのエアバッグのとこってプラスチックがもともと波打ってるんですよね。これいつも気になるんですけど、仕方がないんですよね。これはシート貼ったら光でちょっと目立ちますね。いい感じに
インナーパネルが仕上がりました。シート代が1000円ぐらいで見た目よし、それがワークスレッスン。チャンネル登録をよろしく。